ゲオルク・クリスティアン・フォン・ロップコビッツ公爵。ゲオルク・クリスティアン・フランツ・フォン・ロップコビッツは、オーストリア・ハンガリーのボヘミア系貴族、政治家、公爵。アウグスト・フォン・ロップコビッツ公爵とその妻で、ニーケー、シュバルツェンベルク公ヨーゼフ2世の娘であるベルタの、間の次男として生まれた。ヨハン・ゲオルク・クリスティアン・フォン・ロップコビッツ元帥のヤシャに、当たる。1864年5月22日に、 ウィーンにおいて、リヒテンシュタイン公、アロイス2世の娘アンナと結婚し、ニ22人の子女を設けた。1903年に、金曜毛騎士団の騎士となった。学業を終えた後官僚となるが、内務大臣アントンフォン・シュマーリングの中央集権政策に反対して退官し、故郷に帰って広大な所領の経営に専念した。1860年代以降、 帝国の政治的諸問題に関心を向けるようになり、保守派のボヘミア大貴族の利益を守ろうと努めた。1871年以降、オーストリア・ボヘミアは強構想を推進する動きに同調した。ボヘミア衆議会の議員を長く務め、二度にわたって衆議会議長の座を占めた。1883年以降はオーストリア貴族院の世衆議院席を与えられた。 ありがとうございます。